東京都板橋区赤塚ののり、レンジにある天保基金区用島天保の大基金は、江戸時代後期の1833年に始まり、1835年から1837年にかけて最大規模化した基金である。1839年まで続いた。1836年までと定義する説もある。官営、教法、天命に続く。 江戸時代基金の一つで、関営の基金を除いた江戸三大基金の一つ。単に天保の基金とも言う。主な原因は天保4年の大雨による洪水や例外による大協作であった。東北地方の被害が最も大きく、特に仙台藩の場合は盛んに神殿開発を行い、実高で100万国を超える国高を有していたが、 米作に偏った政策を行っていたため被害が甚大であった。50年前の天明の基金と比較して、協作対策が行われたため死者の数は少なかった。商品作物の商業化で農村に貧富の差が拡大したため、貧困の百姓が多く餓死した。各地で餓死者を多数出し、徳川幕府は救済のため、江戸では市中21カ所に小救い小屋を設置したが、 救済者は70万人を超えた。米下急党も引き起こしたため、各地で百姓一揆や打ち壊しが頻発し、天保7年6月に幕府直轄領である海国一国規模の百姓一揆となった天保騒動や天保8年2月に大阪で起こった大塩平八郎の乱の原因にもなった。特に大阪では毎日約150人から200人を超えるが死者を、 出していたという。京都では、東町奉行組、より行き、平塚表斎が、企画発案し、急遽同主人、熊谷直安、教諭所受者、北小路三郎の協力のもと、鴨川三条橋の南に、五救い小屋を設置した、救援事業が知られる。この事業は、天保八年正月から翌年三月までの間に1484人の流民を救援し、 うち974人が寺院に埋葬された。その様子を詳細に描いた絵師、小沢科学筆、荒祭流民休日渦、原本は京都の山本読書室資料に伝わっているが、明治32年に渡辺火山筆とする偽物が作り出される不死だ。一方、犠牲者を一人も出さなかったと伝えられる藩もある。例えば、田原藩では、 過労の渡辺火山が死であった佐藤信弘の思想をもとにした強行心得書を表して藩主に提出し、役人の後期粛清と倹約、民衆の救済を最優先すべきことととき、給与改革や偽装の整備を実行して成果を上げた。また、米沢藩でも天名の大飢饉の教訓を活かして偽装の整備や建物という急行職の手引書を作成して、 配布するなどの事前対策が取られていた。主に東北から北陸や山陰の日本海側や近畿から四国などまで広い地域で、店舗なまたは店舗という形容同士、形容詞が用いられる。大変な、とんでもない、とてつもない、途方もないなどの広い意味を表す。店舗の基金に由来するとも言われ、現代まで言葉に残る大基金の名残と言える。 丸にさらに強調した意味で、天命天皇なども使われる。鳥取藩では、猿年が神としてこの基金の悲惨さが伝説となって、近年まで語り継がれていた。また、基金の犠牲者を慰霊するための草むら塚が、東北地方を中心に、現在も残っている。当時の日本の推計人口は1833年からの5年間で125万2000人、減少しており、 人口減少幅の規模としては、天命の大飢饉に匹敵する。餓死を免れようと、密かに、蝦夷地へ渡る人が出て、函館方面の人口が増えた。トライした者は、一時これを保護しておいて、一人に突き込め一生、千二百分を与えて帰らせるという対策なども、取られたが、密かに住み着く者もいたために、このようになった。ありがとうございます。